ね。いつきくん路上に落とせばその分軽くならないじゃん。上等だぜ。どこまでついてこれる？うわぁ！助けて！絶対に追いつかせるもんか。いつきはないと足回り悪くなるんやで。このマジをどんどん広げてやるぜ。手強いっすよ、ケイスケさん。どうすっかな。重みだったんだよ。やめてくれ。どうすかな。レインバトルは甘くねえぜ。
俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。レインバトルは甘くねえぜ。広げてやるぜ。うわうわうわ、嘘だろ、何が起こった。我慢してついていくだけだ。手強いっすよ、ケンスケさん。上等だぜ。どこまでついてこれる？上等じゃねえか。コーナー3つも抜けてバックミラーから消してみせるぜ。いつまでも引っ張るわけにはいかないぜ。いつまでも引っ張るわけにはいかないぜ。やめてくれ。
スを兄の世に味方にさせられてるんだよね。助けて、助けて、うわぁ、うわぁ、いらっしゃいませ。振り切られた。助けて、いらっしゃいませ。ネロス、ついていけない。コーナー一つ抜けるために確実に差が開く。やめてくれ、助けて、助けて、やめてくれ。振れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。うるせえ、広げてやるぜ。やめてくれ、やー、うわー、うわー、ね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 、雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。いつまでも引っ張るわけにはいかないぜ。やめてくれ。レインバトルは甘くねえぜ。
ヒューズはターボ車だってちぎれるんだ。いつまでも引っ張るわけにはいかないぜ。広げてやるぜ。助けて。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。いつまでも引っ張るわけにはいかないぜ。
さん。雨さえ降れば、俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。レインバトルは甘くねえぜ。ガーディンはなんないかな。その両方の理由。ね。ね。ね。何が起こった？雨でも走れるのか？
的な運転にはならない。からマーメン。実際とで飛び込めない。ジョイが今日一だけかと。別の何がそんなに違うってんだ。うわうわうわ。早すぎる。あの速さ理解できねえ。
のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。うお、助けて。これ難しいな。このまま突っ切ってやる。うお、やめてくれ、やめてくれ。うお、助けて。振れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。絶対に追いつかせるもんか。このマジンどんどん広げてやるぜ。うわ、てかこれってスティックでやるんちゃうんか。雨さえ降ればでのキューズはターボ車だってちぎれるんだ。ね、助けて。このまま突っ切ってやる。うわ、助けて。正直そうとは好みが上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。ね、振れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。絶対に追いつかせるもんか。このマジンをどんどん広げてやるぜ。やめてくれ。最初のチェックポイントまでに行かないと辛くしてもね。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。ね、うわ、やめてくれ。
手の池谷が船長を継いだ。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。でも田舎の雑草に社員2人が養えるのかね。この直線までに100以上のマージン欲しいわね。うわうわうわ絶対に追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。助けてやめてくれ。何？助けて！これ、まだ死にたくないよ！ね、そもそも独占の世界ガソリン車製造禁止の世界で島を崩れるだけよ。スキースにお父さんと対決するやっとマジで勝てないよな。ひどい世界だけど。走れるのか。助けて！助けてくれ！追いつけないわけじゃないはずだ。みこさんの未来があるから。どうすっか。だって富士山が噴火して火口の温泉が枯れて有毒ガス発生して立ち入り禁止だったりする世界よ。助けてやめてくれ。電気自動車の電池賄う分の資源がねえから。助けてだから行動レースできるのか。触れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。上等だぜ。どこまでついてこれる。助けてレインバトルは甘くねえぜ。例の豆腐屋はまだある。確かレースに関数が3000万人だってたな。作中の戦闘機にどんどん広げてやるぜ。嘘だろ。何が起こった。助けてこれまだ死にたくないよ。助けてでも最近では峠では車ヘッドガスを凹凸設置されまくってできなくなってる。そんなバカ。おでんほど最近の話か。うわぁ助けて。結構前の話ではあるけども。振り切られた。昔は良かった。早すぎる。あの速さ理解できねえ。人形して走ってる時点で悪だろう。速い。追いつけないわけじゃないはずだ。追い抜く。うわやめてくれ。京一、お前の弱点は右コーナーだ。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。このまま突っ切ってやる。いろは坂とかいう京一の弱点製造コース。
バックミラーから消してみせるぜ。うわ、負けたぜ、ロースケ。お前はやはりストリートのカリスマ。後ろだろ。何が起こった。雨でも走れるのか。いや、ハンドルがしっかり固定されてないから上下してるのがそもそもの弱点だ。右下見てみればわかるだろう。ハンドルが浮いて上下してる。ね、後部座席とはいえこんな
雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。当時はホンダ乗ってたんじゃない。レインバトルは甘くねえぜ。あ、乗り換えたのか。広げてやるぜ。やれたから。嘘だろ、何が起こった。手強いっすよ、ケイスケさん。どうすっかな。あの社長のところで買ったやつらに教えてもらえるんだよ。やれたから。雨でも走れるのか。焦って注文がショックなんだよな。追いつけないわけじゃないはずだ。さねえぞ。助けて。俺の行動塾で教えてもらいたいな。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。ね、上等じゃねえか。そうだよ、ガソリン代、タイヤ代で給料吹っ飛びそうだよね。こういうレースシーンにすると雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。上等だぜ。どこまでついてこれる。やめてくれ。助けて。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーが消してみせるぜ。助けて。タイヤ代を彼女に借りてるゴール。ほら、そうだね。まだ釣りたくないよ。やれたくらー。やれたくらー。やれたくらー。ゴール。返す気ないけど、借りてるとは言わないよね。行動塾の連中、タイプがあるとか言ってたけど、この道は行かない。どうすっかな。やれたくれ。くそ。やれたくれ。もう高橋兄弟は金持ちだから、プロジェクト B の資金全部出すのよ。絶対追い抜く。やれたくれ。つけないわけじゃないはずだ。うわ、助けて。やれたくれ。絶対追い抜く。Yeah.
え振れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。絶対に追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。ね、続編では匠は出てくるの？やめてくれ。このまま突っ切ってやる。やめてくれ。心の中だけ。ね、やめてくれ。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。うんとかしてるのかガルル。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。このまま突っ切ってやる。今日一、続編だと一切引いたとはいえラリーの選手だったんすね。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。やめてくれ。うわぁ、やぁ、もう一出てくるのか。絶対に追いつかせるもんか。このマジンをどんどん広げてやるぜ。嘘だろ？何が起こった？できたか？イギリスで事故ってから日本に情報来なくて生きてるか不明で情報聞いた時ちょうど大切にいたショー柏会が内緒のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。上等だぜ。どこまでついてこれる？うわぁ、やめてくれ。レインバトルは甘くねえぜ。助けて。このまま突っ切ってやる。助けて。なに？ヘルサーのミスファイアリングしつこめてヘルサーそうだよ。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。何かなのかな。
いつまでも引っ張るわけにはいかないぜ。やらせてくれ。レインバトルは甘くねえぜ。うお、助けて。やらせてくれ。絶対に追いつかせるもんか。このマジンをどんどん広げてやるぜ。独自技術取り組んで生まれ変えた生物。なお世界的にはトヨタの方のアンチラグシステムが一般的。我慢してついてくるんです。ストーリーのラスボスは親父がやった。やらせてくれ。うお、やらせてくれ。親父遠すぎて勝てない。熱い空間、助けて。
やれ
さえ振れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。オイルまき散らした相手だって。やめてくれね。助けて。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。助けて。まさケイスケの元射程にボッコボコにされたやつ。やめてくれ。絶対に追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。助けて。頭 B 作者ってラネゴ嫌いなんかな。ダブル指導の運動が許されるのはオリコンゲーだけだよな。雨さえ降れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。ね、絶対に追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。ここからが本当のスタートだ。うわぁ！基本このゲームの車の評価作者の好みだから、 S14 と R33 には何の色味があるんですかね。雨さえ降れば、俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。ゲーム原作だか。絶対に追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。上等じゃねえか。コーナー3つも抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。ハンガーに行かないとの話。うわぁ、レインバトルは甘くねえぜ。助けて。ワンダムにも出てくるような R33。 助けて。振れば俺のキューズはターボ車だってちぎれるんだ。話しかけてくるとどの話かわからなくなるね。いつまで引っ張るわけだろう。考えぜ。まあ R33 が世間の評価のまあ微妙だから仕方ないね。やめてくれ。絶対に追いつかせるもんか。これマジをどんどん広げてやるぜ。助けて。やめてくれ。うわ、上等じゃねえか。コーナー3つも。嘘だろ。何が起こった。くそ。悪魔の B は自己主張だ。やめてくれ。助けて。振り切られた。助けて。ワンボックを出すために板金溶接しまくりとかもう頭おかしくなるよな。やめてくれ。同じスピードで飛び込めない。俺とあいつの今そんなに違うってんだ。やめてくれ。ついていけない。コーナー一つ抜けるたびに確実に差が開く。うわぁ、バンダンのチームは大体の超基準点。やれば、クリスメントがスレッド抜かしてクセしやがった。ワンダンがワンダンで面白いダブル。ダブルにとっちゃ普通なのかよ。どうなったんだこいつの頭だな。正気じゃねえよこのスペード。ダメだ、
ついていけない。うわうわ、面白いけど一般人の人なれる人量産するからあんまり現実として甘くないよね。 MKT YAPPAG 酒にもう通らないとかいう改造するブラックバードとか頭おかしい。アキアの発毒恐るべし。ずぶ濡れになって待ってた火事はお釣りが来るほどあったぜ。ついていけなかった。ブラックバード W コーナー抜けるたびに確実に差が開いてた。速さは理解できねえ。 Y の車も北にチューンしてもらおうかな。ね、エンジンに F1 タービンはほんと狂ってる。三月の8号を1台の車が軽々と抜き去った。ランサーエボリューション4、通称ランエボ4である。秋名湖でランエボのドライバー岩木誠二と須藤恭一に出くわす五木と匠。ひょっとして秋名に来た目的は秋名の86に挑戦するためじゃ。おいおい、冗談は顔だけにしておいてくれよ。レヴィンの少年、挑戦はねえだろ。もしあの86に会ったら一言説教してやりたいかな。もっといい車に乗り換えろってさ。86なんかに乗ってるやつはアウトオブガンチュー。頼まれたってバトルなんかしねえよ。悠々と帰っていく政治の態度に腹を立てる一木と、対照的にあまり気にかけない匠。名言ちゃんと入れてる。だが須藤恭一率いるランエブ軍団エンペラーは群馬エリアの走り屋を総なめにしていった。約束通り、そっちのステッカーを1枚もらおうか。なんてことしやがる、てめえら。俺のエボ4のリアウィングを半分に切り裂いた群馬エリアのチームのステッカーで埋め尽くしてやるぜ。ここが発祥って説があるんだけど、どうだろう。ついにアキナにまでエンペラーが侵攻してきた。最新の装備で武装されたランエボに86は勝機を見出せるのか。俺がチームリーダーの須藤だ。アキナの86と下りでやらせてもらいたい。そっちからの要求はどんなことでも飲んで、その代わり勝てなかった場合はチームのステッカーをもらう。なんか自信満々だな、あいつ。匠の実力を知った上で、あの余裕ってわけかよ。頼んだぜ、トップバッター。これはタイムトライアルじゃなくバトルだからな。エンジンのパワーが低い方が好きなタイミングでスタートする。それが馬力の判定ってことだ。いつでも好きなタイミングで出な。気を抜くな、誠治。シミュレーション3で行け。本気か、京一。86相手にシミュレーション3？ね、敵地でのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがシミュレーション3だ。なぜシミュレーション3なんだ。俺には分かんねえぜ。いろは坂の猿の方が頭いいって言われる人だ。やめ、ムカついて仕方ねえ。
しやがって。メザールだぜ。もう一度一緒に解説役に回った後、大体今日一の一セル取りたいできないのか。さったれ。風に聞いてて心の声でわからねえとかだぞ。何が分かるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことが分かるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。裸の猿じゃねえんだから、ちっと頭使いよ。ずっと後ろにいたけども、前には全身行動最速伝説の方だと話した距離で殴られるのか。いくら悔やんでもいっぱいが消えるわけじゃないからね。気を取り直して、次は赤城、赤城さん決戦が終わるまでは
誰もアキナの86のことは口にするな。一番頭にきてるのはこの俺なんだから。ここが学校からの帰り、匠と夏希は二つ上の先輩塚本に声をかけられる。誘われるまま赤城へ行くことになった。乃木夏希 W。 アニメで消された人だ。静かになったな。走り屋のテクニックの凄さ、あったな、そんなシーン。怖え、俺にとっちゃ拷問だよ。気持ち悪いよ。酔いを覚ますため夏希が外を出歩いていると、やばい、立ちくらみ。時計を車にぶつけてしまったことで文句を言われた夏希はますます気分を悪くしていく。具合どうだ？そろそろ帰んないとな。あのね、たくみくん、お願いがあるの。帰り運転変わって、お願い。じゃなきゃ酔っちゃう。これでも今の絵よりは数倍マシな絵なのよね。人物絵。ね、今ってもっとひどいの？ね、の方がひどくねえか。 MF ゴーストで調べてみくすと驚くぞ。ね、やめろ、やめてくれ、やばすぎる。ビュンビュン流れてくよ。みんな焦点が合ってない。確実に決めてそうな顔だった。あ、もう違う。で、ラクミ君どうしたの？メーターなに死にたくねえ。こんな速いスピードで置いて俺は体験したことないよ。死にたくない。俺の前に行け。トリプト好感度メーターだね。ご機嫌メーター。
夏希が酔うまでのメーター。気持ちいい、こんなにスカッとしたことないよ。勝ち抜きじゃなくてワンリンクだ。すごいんだね、何をやってんの。塚本先輩はこんななっちゃってるのよ。お気に入りうるさそうだから、ね、このままほっとこう。パパカツ W。 匠の元に何度もかかってくる謎の電話。電話の相手は、夏希が中年の男と付き合っていると忠告する。パパ活相手が同級生の親っていう闇の深い女。疑惑の膨らむ中、エンペラーのリーダー須藤恭一が匠に赤城でバトルしろと挑発していく。仲良くやれよ。いい腕をしているが、この時代に86乗ってても先がないと俺は言ったはずだ。その言葉の真意を教えてやるぞ。俺とバトルすれば今まで気がつかなかったことが見えてくるはずだ。ヒロインじゃないんだよな。だが赤城は今レッドサンズ対エンペラーの交流戦を控えて盛り上がっている。そこに出しゃばる気は匠にもなかった。だが女の声で夏希が前橋インター近くで黒の会社に乗っているとの電話が入る。バルバル伝説とか見たらわかるよ。一体何なんだよ。誰か模擬のことを恨んでるような女はいるのかな。ふざけやがって。そこまで言うなら言ってやるよ。駐車場から一台出てくる。偽プロジェクト B から出てるゴルファーの JK1 年がヒロイン。編集の仕業じゃなくて神聖なのか。投げるところ。何かあるな、今夜は。妙な胸騒ぎがするぜ。なんだと結局誰がこの情報を教えたか不明なのよね。脳破壊で無茶な挑戦に乗る。よく来たな。歓迎するぜ。これはセミナーだ。約束通り俺が相手をさせてもらう。わざわざ出向いてきてくれたことへの礼儀は尽くすぜ。八六での手加減はしない。全力で行くことが俺にも礼儀だ。ね、この前の藤原匠を倒した唯一の男、もう一度。座り方が別人のようだぜ。信じられないぜ。黒い車乗ってる子さ、ゴルファーの JK。揃ってる中で自分から取れてる。水ハイアリングシステムラーメンください。あいつの精神構造が理解できない。ひょっとするとあいつはいつかとんでもなく立派になるやつかもしれない。違う違う、ね、そっちが先行しろ。はいよ、コーナーが立ち上がってくるからアタックする。初めに言っているが、俺はこれはバトルだとは思っている。楽しく走るための車と、ね、速く走るための車は何が違うのか、お前に教えてやる。これはセミナーだ。
バトルは強打ち、ね、ゲリラなら親父か、ゴッドアームは形式上は負けやしな。コーチ、腕卵、これはサービスだ。黒い車の方はケイスケに振られた方だ。ハイパワーターン、プラス 4WD。 469、車にあらず。そっか、ありがとう。信じられないと思ったんですよ。原作だとエンジンブローだから途中で終わるんかな。タイヤの負担をコントロールしてこそ一流。普通のことを普通にこなして勝つのみ。さすがに何を走り合うか綺麗にないと言わせる。重力の恩恵がなくて86は鈍感だ。トリハーの JK は巧みのビンタしたと。WD が 2WD に負けることはありえない。バカな。の世界じゃ、エンディングローは負けなんだがな。レースの世界ならエンディングローは負けなんだがな。はじめに言った通り、俺はバトルしたつもりはないからな。現実ってもんがよく分かっただろう。その車はもう寿命だぜ。完全にエンジンが終わってるだろう。いい機会だから86はもう潰したらどうだ。俺と競い合えるだけの車に乗り換えるまで。ナルトのレース映画でドライバーが切れてわざとエンジンブローさせてるやつが記憶に残ってるな。ではでも京一も悪いやつではないよね。ね、仲良くやれよ。俺に構うな。京一とのバトルで大破した86のエンジンを破棄し、この頃は嫌なやっこだけど、新しく別のエンジンを乗せる。悪いやっこではないわね。リニューアルされ再び走れるようになった86だが、新しい86との第一歩は決して順風満帆とは言えなかった。今までと違う86の挙動に戸惑う匠、動きだけでなくパワーが落ちたという匠の言葉に耳を疑う店長や池田。ブンタの入手したエンジンの正体がつかめず、匠は悪戦苦闘する。ベンツの彼氏が使えるゲームあるのよね。時を同じくして埼玉から86レビンに乗った兄弟が群馬にやってきた。目的の一つは妹の秋山和美が親戚の旅館の手伝いをするため、もう一つの目的は埼玉で敵なしになってしまった兄秋山渡の新たなライバルを探すためだ。お前のせいじゃないって慰めるのよね。レッドサンズのケイスケから自分と同じ凄腕の86の噂を聞いた渡るは、妹の和美と友達になった樹にそのことを尋ねる。下りで負けたことがない車だって言われてるらしいんだ。噂ぐらいは聞いてるんじゃないかと思ってさ。その車なら多分俺の知り合いのことだと思いますけど。渡ると会った匠は新しいエンジンを見てもらう。しかしボンネットを開けた渡るの顔色が変わる。冗談はやめてくれよ。このエンジンが遅いわけねえだろ。どういう意味なのか教えてもらいたいな。
こいつは本格的なレース用のエンジンだ。外見は同じでも市販されているエンジンとは全く別物だろう。どんなエンジン乗せてたっていいけど、早いなら早いと素直に言えばいいじゃねえかよ。かずみにはたかれ帰っていく渡る。残された匠は樹とかずみを置いてその場を離れる。帰り道、秋名で再び渡ると会う匠。果たして渡るは新エンジンの正体を知っているのか。渡が妹の行動で、なぜ止まった？そのまま素通りしていけば別に追っかけようとは思ってなかったぜ。だけど止まられたんじゃさっきの続きがやりたくなっちまうぜ。俺は別にあんたなんかに関心ないけど、嘘つき呼ばわりされたままじゃ気分悪いし、この車に乗ってるエンジンが本当にすごいかどうかはっきりさせたい。確かに普通のエンジンじゃないことだけはなんとなくわかるんだ。もしあんたの言うことが正しくて、これが本当にいいエンジンだとしたら、なぜパワーが出てないのか知りたい。110回転とか何キロしか出ないんですかね。俺には何もわからないんだ。110回転ってストールしない。真面目に言ってんのかよ、そんなこと。だいたい車の持ち主がわかんねえってのはどういうわけだよ。どこから手に入れたんだよ、こんなお宝。もう一度開けてみます。もっといい方法がある。俺を隣に乗せて走ってみてくれ。そうするのが一番手っ取り早い。ただし全開だぜ。手を抜かれちゃ意味ねえからな。自分の体で感じてみたいんだ。このエピソードの池ヶ谷戦隊に頼れる戦隊感すごく好き。見せてもらうぜ、群馬エリアで負けなしと言われた実力の片鱗をな。妙なフィーリングだ。シフトすると加速がもたつく。レブリミット付近ではかなりパワーが出ている。シルビア、シフトアップの打ち込みでパワーバンドを外すのか。ワンウィークだって。これじゃ欠陥エンジンだぜ。ドカンとくるターボのフィーリングに比べるまでもなく、ならないかな。ダブル
の回は随分長く走るんだな。宿高とか普通の130キロとかみんな出してるのに。わかった、そういうことだったのか。しいほど基本的なことだ。そのタコメーターじゃダメなんだ。全然上がこんなに車乗ってたな。もっと回してやらなきゃダメなんだ。俺の見込み違いでなくて、このエンジンは1万回転オーバーまで楽に分回るはずだ。この車を仕上げた人間は恐ろしく車を熟知した人間だ。足回りもブレーキもバランスよく強化する。ボディもしっかりしてそれなのになぜメーター類だと取り付けられてないのか。考えられる答えは一つ。何らかの理由があって意図的にパワーを封印してあるのさ。今まで俺は86乗りに仲間意識を持つことはあっても敵意を持ったことはなかった。だがお前には絶対負けたくないと俺は今思っている。いくら車を運転する技術がすごくてお前には走り屋として大事なものがぽっかりと欠けているぜ。お前にだけは絶対負けられない。親父率の高さから漫談の方が好き W。 渡るの言葉にショックを受けますます混乱していく匠。そんなことなど構わず一方的にバトルを申し込む渡る。渡ると戦うにはエンジンの真の性能を引き出さなくてはならない。メカに詳しくない匠は池谷や店長に協力してもらい1万回転オーバーのタコメーターを取り付ける。ワンダンは人間関係メインでイニシャル D は車だが、それだけではまだ足りない。使える上限の回転数を知っておかなければ前回のバトルはできないのだ。俺さ、今夜この車でバトルする。タコメーターつけた。どこまで回転を上げていいの。これがライデル戦で役に立つからね。1万1000回転はきっちり回せ。文太から回転数を聞き出した匠はバトルの舞台埼玉へと向かう。アニメのタコメーター見つからなくて嘆いてる池谷先輩好き。あ、このステージ横浜の走り屋のゲームだった。言ってそう。今のうちに断っておくけどな、これから向かう道路はひどく狭い上に嫌になるほどトリッキーだ。1本目は俺が先行で引っ張ることです。その後はポジションを入れ替えながら互いの気が済むまで徹底的にやろうぜ。冷めちまったこの街に熱いのは俺たちの BRIVING。 俺はタフだ。出た最高速度は120キロくらいしか出ない制限コース。それでも勝ったことがある。それじゃあ行こうか。目的地に着いたらハザードを点滅させて全開に突入するぞ。手が痛むかダブル。86の中臭そう。その YOKOHAMA 冗談じゃねえ。1本目から大事な車潰すんじゃねえぞ。ね、この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。こいつがスタンカーをつけてるんだって。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。確実に煽られてる。前が俺の言った通りだろ。いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。どこのコースだって雷と鉄砲が走りやすいの。確実に煽られてる。
その新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。やってやる。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。結構よくやってるが、ストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。走りにくいのよ、確かこと。前を走っている敵の負けはない。走りにくい。路面の状態が悪すぎて車が暴れる。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。シングとかやったり YOKOHAMA か。前を走っている時の負けはない。結構よくやってるが、ストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。負けはない。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。
DIY は収録されてるのかな。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。では自動車メーカーが公道上では安全運転ってポリシーだから看板とか設置して、公道じゃないフィールドのように。ストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。なるほど、そういうことか。デジャブって渡る線なのか。え？行くぜ。一歩目から大事な車潰すんじゃねえぞ。確実に煽られてる。この新鮮な刺激が欲しかった。でもゴーレーシングタイムゲームは行動行動を言ってるけどな。だから別のレースゲーで行動レースするやつでトヨタが未収録だったりする。メーカー許可でないとそもそもモデリングした車使えないので。行動最速理論じゃなかったってか。いろいろあるんだな。大事な車潰すんじゃねえぞ。86のボンネット、お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。ね、行動でもフィールドが揃ってだけでこの新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。日本メーカーとトヨタがそのあたり厳しくて、ホンダが最近そのあたりなるくなった。煽られてる。俺の言った通りだな。いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。全日本ラリーでもちゃんと警察に使用許可取って封鎖してる行動だから。出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。日産なんてゲームのカスタムカー出すのも使用禁止だからな。足がブルブル震える。しびれまくるぜ。へえ、厳しいね。確実に煽られてる。
車が暴れる。あとはメーターとの独占契約で他のゲームに出せないとかもある。宿高には今のルーレット族ってあるんだよ。前を走っている時の負けはない。今でもルーレット族は定期的に大量検挙されてる。結構よくやってるが、ストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。面白いよ。おすすめ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。人型バトルに決めた無酸な歌詞で使用許可出さない言い出すのさ。ケイスケ、あのラメゴの下品なイングは見てるだけでムカつくんだ。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。俺についてこれるんだからな。
旧政府 D のリアスとの界隈やけどな。確かにダブル。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。どんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。お前が切れてミスをするまでいい変化を持ちこたえてみせるぜ。コントラメド並みにできる。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。前を走っている時の負けはない。走りにくい。路面の状態が悪すぎて車が暴れる。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。これは最高にラッキーだぜ。作者はラメドの名称使用とか取ってるはずなのに、できんとか言わせてええのか。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。前を走っている時の負けはない。だって作者が嫌いなんだもん。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。三菱はそんな子供気にしない感じするダブル。そうだよ。ダメ子というかノン WD 嫌いそうだよね。実写だからどっちが強い弱いは書きにくいところだね。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。乗ってる人がそういう人が多いから D で乗ってる人もそういう系統の描写してるんでしょう。大事な車潰すんじゃねえぞ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。では GTR 嫌いなわけではないんだね。強敵多いし。
ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。足がブルブル震える。しびれまくるぜ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。あなたの WED マガジンでずっと86持ってるってコリコリしてて、 FRP ボンネットの下品な写真出してるよ。前を走っている時の負けはない。もともとは S13 だって中里。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。S13 乗ってドリフトしてたのか W。 前を走っている時の負けはない。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。匠の中の人も86乗ってるのよね。アニメのエンジンブロー会のあたりで実際にエンジン乗せ替えてるとかいう話。さーて、余裕の後追いだな。レースゲームは結局 PAS さんが
周移動の上手いさ。効果の信頼。当時だって8号の方が状態のいい中古王からエンジンだけ乗せ替えるのかあったの。じゃねえぞ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。八郎、ダブル。確実に煽られてる。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。この俺の言った通りだろうが、いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。一番は足回りがダメだったけど、エンジンはあんまり変わらんからでしょう。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。今まで出会ったどんな相手よ、息苦しいプレッシャーを感じるぜ。違うぞ、エンジンがダメなんだぜ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。エンジンがダメなのか。確実に煽られてる。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。 SOHC じゃなかったっけ。前を走っている時の負けはない。負けねえ。走りにくい。路面の状態が悪すぎて車が暴れる。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。この新鮮な刺激が欲しかった。最高出力85馬力、最高にラッキーだぜ。83馬力、理解ですね。86が 4A、G で853A、U で馬力が45と関わる。前を走っている時の負けはない。 AE86 のエンジン、1.6L、BOHC4 バルブエンジンで最高出力130馬力。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。そんなに馬力が違うのか。前を走っている時の負けはない。ボンガルブなのか。だから車体の状態がいい。お前が切れてミスをするまでその改造がどこまでも持ちこたえてみせるぜ。
酷なバトルになるぜ、こいつは。うまいぜ、つくづく荷重痛みがないやつだ。大事な車潰すんじゃねえぞ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。8号で思い出したけど、文化作中で1回だけ乗ってるのよね。確実に煽られてる。ねえ、アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。ねえ、俺の言った通りだろうな。いいエンジンだぜ。煽りで俺についてこれるんだからな。かもしれないぞ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。プレッシャーを感じるぜ。運転手を見てから笑いなきゃ。86を無断で借りるのに月に8号を代わりに置いていって、仕方なくタバコ買いに行くのも運転だって。自分の速度メーターも映ってて捕まるだけだ。ここを走っている時の負けはない。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。走りにくい。何だこれは。
路面の状態が悪すぎて車が暴れる。結構よくやってるが、ストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。ちなみに薄いでレースするの時の話。切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。前を走っている時の負けはない。この新鮮な刺激が欲しかった。青運転シミュレーターとか誰か作らんかな。俺は最高にラッキーだぜ。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。大事な車潰すんじゃねえぞ。
この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。確実に煽られてる。俺の言った通りだろうな。いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。作中でいつきは八郎ミカードつけてたけど、エンジンがあれじゃ意味ないのかね。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。前を走っている時の負けはない。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえ。走りにくい。ここは路面の状態が悪すぎて車が暴れる。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。この新鮮な刺激が欲しかった。本付けカードが欲しても、あのエンジンに手をかける方がコスト効率悪いんで普通はしない。前を走っている時の負けはない。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。はい、時に86か85か確認しなかったのさ。安くて状態がいいのを見つけちまったから仕方ないね。
に正直8度離れたくない。これが絶対まねできない。これで神業だ。鳥肌立つ。ね、待ち寄りするならドゥルーナのよう SOHC スマホだし、一応8号カードは180打率はあるから、一生懸命が決めればいいスカット、その時が勝負だ。このレビンでとことん本気になれる。大事な車潰すんじゃねえぞ。確実に煽られてる。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。それを言ったらもうおしまいだ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。足回りも悪いんだってね。俺の一通りだろ。いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。86GT 最近のボッサンなの画面の前で走ってるけどメガブル。一応アニメの最後に出てるで 86GP。 お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。え、アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。息苦しいプレッシャーを感じるぜ。原作最後の相手も86じゃなかった。前を走っている時の負けはない。スガルの BRB と兄弟車、スガルの方がいいよね。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最近走りにくい。あと 86GP の藤原康介仕様が A トヨタにあるで。負けねえぞ。少なくてもこの展開になればモチベーションの勝負だ。康介仕様 W。 前を走っている時の負けはない。負けねえぞ。少なくてもこの展開になればモチベーションの勝負だ。最後の相手は86アニメだと、その後アキナで 86GP とすれ違う。欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。ね、アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。ね、お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。
りしてくるな、ヘビの少年。さて、余裕の後追いだな。これで速い奴が一番かっこいいんだ。いけてるぜ、お前。溢られてるな。行くぜ。一本目から大事な車潰すんじゃねえぞ。アクセルを振り込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。ここって連戦確実に煽られてる。埼玉エリアで一番の強敵って誰なんだろうな。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。ハートの強い方が勝つんだ。ね、埼玉なら下りはカプチーノ上りは渡るじゃね。バトル自体は坂本だけど、坂本は代打やしな。1本目から大事な車潰すんじゃねえぞ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。確実に煽られてる。チームを持ってくるとは勝ち。ミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。俺の言った通りだろう。いいエンジンだぜ。上
登りで俺についてこれるんだからな。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。栃木エリアは登場時期サイトをやるしな。お前がキレとミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。雪のラリーモンテカルロでポルシェアオリめくったミニが実在するんで、ネタ元はその当たりかもね。まあ峠知ってるって言っても渡るはホームコースじゃないけどな。 B 剣は結構よくやってるが、あの二人やるストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。大事な車潰すんじゃねえぞ。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。確実に煽られてる。お前がキレてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。番外編とかで出しても良さそうよね。アニメとかで結構よくやってるが、ストリートファイトやるには線の細い走りだぜ。関東最速とか言ってる割に東京と千葉はどうした。この新鮮な刺激が欲しかった。
俺は最高にラッキーだぜ。神奈川編の匠は大宮線が好きやな。ねえ、神奈川にゼロ理論とかいう坊さんおらんかった。メンツにかけてタフなバトルになるぜ。こいつはあんなこと俺には絶対真似できない。まるで神業だ。鳥肌立つ。坊さんはコースとの参戦みたいな。CR32 点で解説役で草がった。一緒に走ってタスのガルルうまいぜ。つくづく荷重移動のうまいやつだ。凌介は出た。風魔勢以外で顔が出てるのは奥山だけだって惜しいですよね。行くぜ。これ負けると初戦からがいや潰すんじゃねえぞ。不動産だとなんとになってなかったのね。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。凌介さん同僚と結婚だったかな。あ、凌介か、医者だわ。え、まだやってたのかな。凌介は医者ついで結婚するとか言ってた。確実に煽られてる。通りだな。いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。あれ、てかなんでイニシャル B の時だけコメント盛り上がるんだろう。前を走っている時の負けはない。作品知ってる人が多いからかな。ごめんなさい、ベームの骨ほどしてないわ。
ぜ。一歩目から大事な車潰すんじゃねえぞ。アクセルを踏み込む足がぐるぐる震えるつもりで痺れまくるぜ。黒い悪魔のだ。ストリートファイターハートの強い方が勝つんだ。一応ゴッドアームぐらいまで反抗で勝ってましたね。3頭の黒い悪魔、スーパー戦闘で玄関呼びました。前を走っそろそろ箱根最終戦までシナリオできるゲーム出してください。医者はもういるんで W。行くぜ。一歩目から大事な車潰すんじゃねえぞ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。それを振り込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。頭文字 D の D って結局ドリームってことでええの？俺の言った通りだな。いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。ね、煽られてる。ね、タイトルの方の D はドリフト、作中の方はドリーム。今まで出会ったどんな敵よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。確実に煽られてる。ドライブの文化と思ってたわ。どこでも一緒。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。プロジェクト B の方か。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。痺れまくるぜ。出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。負けねえぞ。少なくてもこの点走りにくい。路面の状態が悪すぎて車が暴れる。この新鮮な刺激が欲しかったんだろう。俺は最高にラッキーだぜ。統合実戦で凌介に選ばれなくて不適されてる圭介はろか。前を走っている時の負けはない。ね、この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。ね、選ばれる気満々で匠は一応準備しとくって雰囲気だったからな。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。前を走っている時の負けはない。普通に考える SD だろうよな。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。普通の人だったら凌介みたいな理論作れないよ。
酷なバトルになるぜ、こいつは。峠で速い奴が一番かっこいいんだ。いけてるぜ、お前。相手にガチンコじゃ勝てないっていうのになってるな。俺には絶対真似できない。これで神業だ。鳥肌だ。け速さは経験で決まると言ってたね。行くぜ。一本目から大事な車潰すんじゃねえぞ。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。確実に煽られてる。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。俺の言った通りだろうが、いいエンジンだぜ。上りで俺についてこれるんだからな。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。煽られてる。騒動軸の盾ともみきはどこの黒なんだろう。キャリーかな。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。ハイフのロードレースの下りの速さも子供の頃どれだけ怖い思いしたかで決まるって言われてたな。お前が切れてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。前を走っている時の負けはない。走りにくい。路面の状態が悪い。車が暴れる。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。
息苦しいプレッシャーを感じるぜ。アクセルを踏み込む足がブルブル震える。しびれまくるぜ。プロの人とレーシングスーツだからな。同じ。この新鮮な刺激が欲しかったんだ。俺は最高にラッキーだぜ。お前がキレてミスをするまでどこまでも持ちこたえてみせるぜ。この新鮮な刺激が欲しかった。俺は最高にラッキーだぜ。前を走っている時の負けはない。サーキットだとタートルシャドウとやり合ってるんだっけか。東京から来た2人 W。 オツです。オッツオッツオッツオツ